こんにちは、おてぎかずやです。今回は購入品の紹介をしようと思います。紹介する商品はこちら、ゴリラ。強力両面テープですね。これ最近、ホームセンターでよく見かけるので気になってたんですよね。両面テープだけじゃなくて、いろんな強力タイプのくっつけるもの、接着剤とか、あの、結構シリーズでいろいろホームセンターとかに置いてるんですよ。 私が住んでいる秋田では見かけないんですけれども、出張で行った先の大きなホームセンターとかに行くとよく見かけたりして気になってたんで、この前名古屋で買ってきました。はい。強力、両面テープ。すごい効きそうですよね、このゴリラのパッケージが。で、どんなところに使えるかっていうところだけちょっとご紹介したいと思うんですけれども、使用できるもの、使用できないもの、書いてますが、 使用できるもの、金属、鉄、アルミ、ステンレス、銅など、木材、ガラス、陶器、レンガ、プラスチック、石材、コンクリート、タイル、硬質、ゴム、硬質、軟質、ビニールということで、どこに使うかというと、ここ、洗面台の横です。ここにですね、 このペーパータオルのホルダーをくっつけようかなと思って買ってきましたあのこのペーパータオルのホルダー以前まで使ってたんですがここにはめ込む爪のパーツがあってそのパーツ4個を先にこっちにこうつけてでカッチンとこうつけるタイプなんですねこの付属品のちゃんとした最初からついてくるやつは。 でもその爪ぜですね折れちゃって使えなくなっちゃったんですよなぜペーパータオルのホルダーつけようかなと思ったのはえー、っとまあ今インフルエンザがあのうちの地域ですごく流行っててあの長男の小学校長男のクラスですか昨日まで学級閉鎖してたんですよインフルエンザででそのぐらい流行っているのでまあ衛生的も考えて まあ感染予防の一つとして、まあ、せっかくこれもあることですしでペーパータオルもあの楽天スーパーセールで前回買ったの安く買ったのありますんでこれをこの木につけたいなと思っています、はい、では開けていきますね こういう感じの真っ黒いテープですよ厚みありますねほら、この裏の4箇所につけてやっていきたいと思いますこのぐらいかなこういう感じで4箇所貼っていきますねはい4箇所に貼りました強力な両面テープなので、うん こんなに幅いらなかったかもしれないんですけどもどのぐらいの強さがあるかわからないのでちょっと幅広めに貼りましたでここを剥がしていきますねさっきまで掃除していて使い捨ての手袋をはめてるんですけど脱ぐのが面倒なんでこのままやろうとしてるんですけどなかなかうまくこの薄いテープが剥がれません はい、上がれましたこれをあと貼るだけですねこれも考えないといけないこの辺りですねこの辺に貼ってはい取り付けましたでこちらのペーパータオルを こ,こ,ですね、これでできましたはいゴリラどのぐらい強いかちょっとこれ使ってみないとわからないところありますけれども他にもいろいろ使ってみたいですよねでこの裏見てみたら「屋外にも使えると書いてるんですよ」「耐水性に優れ屋内外 OK」「屋内外にも使える」ということで使い道いろいろですねちょっと気になるのが 今気づいたんですけれども、ポリエチレン、ポリプロピレンが使用できないんですよ。これ、ど、どうなんでしょうプラスチックって書いてるじゃないですか。プラスチック。このポリエチレンとかポリプロピレンってプラスチックですよね。ある意味。これ、ポリエチレンだから、PE ですよね。PE。 で、ポリプロピレンだから PP ですよね。これってプラスチックですよね。なのにここにプラスチック使,使用できるって書いてるのに、ここ使用不可。で、ここなんでしょうね。ここプラスチックなんですよ。アクリルかなちょっとわからないんですけども。まあ、使っちゃいました。はい。ということで、今回はゴリラの両面テープの紹介でした。どうもありがとうございました。 という感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しておりますもし今回の動画が参考になったということでしたらチャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです、はい、ということでこれで終わりますどうもありがとうございましたさようなら